そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。マルコによる福音書14章33節34節。無敵であると考えがちな神の子であるイエス様の人としての側面がここでは見られます。あのイエス様がもだえるほどに恐れること、死ぬほどに悲しむことがあるのだと。数人の弟子を伴っていても、一番苦しい最中ではただ一人で苦しみに対峙し、父なる神様に祈られたのがゲツセマネの出来事でした。私たちも一番苦しい時は一人かもしれません。たとえ誰かがどんなに寄り添おうとしてくれても、同じように理解すること、肩代わりすることはできないからです。それは孤独で真っ暗なところに思えます。けれどもゲツセマネの園において、イエス様に天使が使わされたように、私たちの葛藤にも神様は助けを与えてくださる方です。たとえ孤独を感じることがあったとしても、祈りを聞いてくださる神様がおられるので、決して一人ぼっちではないのです。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという約束は真実です。祈り。神様、今多くの人が孤独を感じています。この世では苦しみがあり、あなたはそのすべてをご存知です。どうかあなたに祈ることを通して、一人ぼっちではないことを知ることができるように助けてください。またお互いのために祈ることができるよう導いてください。